台北金門島の旅大金門島その42013年平成25年2月12日火曜日金城市の散策。法院前から市内の方向に向かって歩きました。2月10日が春節、そして今日が12日、まだまだ正月休みの真っ最中なのか、商店街も多くがシャッターを閉めていました。金門島と深田の違いは、小さな島ですが、この中心街に迷彩服姿の若い兵隊がたくさん歩いていることです。普段はどうか知りませんが、2泊3日の滞在中、あちこちで普通に見かけました。ちなみに金門県の人口は約11万3000人。今は明らかではないですが、軍人は1万数千人くらいいるそうです。大陸との緊張関係もなく、今では金門島が徴兵後の新兵教育の場でもあるようです。共産化され文革を経た支那大陸と違い、そしてここにはお寺があちこちで目につきました。正月に花火はつきもののようで、花火店は営業中。方向も何もわからないまま歩いているうちに喫茶店を見つけて休憩するために入りました。ハイカラな雰囲気で中に入って驚いたのは、若い男女の客で賑わっており、接客スタッフもみんな若くて明るく感じも良かったです。やっぱりそんなことでも大陸中国との違いを感じます。リンカフェというこの名前の喫茶店は、広報シャオチン万有担保という近所を歩いて散策2時間コースの起点となっている総兵所の横にあります。私は一人だったのでカウンター席に座って、水の入ったグラスが傾いたグラスでちょっと驚きました。沖縄なんとか茶となんとかパフェを頼み、値段は計270元、810円です。どちらも量はたっぷりでお腹が膨れました。美味しかったです。この小さな島に国立金門大学が一つあって、他にも3つの大学は金門高校を置いています。それだけ台湾の教育熱心なのがわかります。そして歩き疲れてまた民宿に戻る途中に何かを食べようと思ったんですが、適当な店が見当たらず、もう待ち歩きになったところにセブンイレブンがあったんで、そこで弁当でも買おうと入ったら、ちょうど前に日本と同じようにおでんのコーナーがあって、おでんと書いてるんですが、そこで揚げやちくわを買って焼き飯弁当を温めてもらって、店の隅の食事コーナーで食べました。97元291円、美味しかったです。そしてお腹も膨れ、食後の散歩を兼ねて民宿方向に歩いたんですが、昨日タクシーの運転手が場所が分からず迷ったのも、これじゃあ無理もないという、そんな感じの風景がやっぱり広がってます。建物は新しくてスタッフも文句はないんですが、おっさんの短期一人旅には不向きな民宿であるのには違いないですね。そして昨日の夜お湯が出なかったので、フロントの Z ワイプに言おうと思ったら、用事で出かけたばかりで、そこには留守番の女性が座ってました。その彼女はインドネシアから働きに来ている DT さん、23歳です。そして彼女は温水のことはわからないので、帰ってくるまでその彼女と話をしてました。彼女が大金門島に来たのは1年半前、インドネシアのどこに住んでるのという質問に、彼女はジャワとかジャワバラ、ジャガタラなどの言葉を言いました。それが何を指しての名前なのかちょっとわからないんですが、ジャワはジャワ島のことなのかも、ジャガタラはジャカルタの旧称ともあるし、ジャーバラという地名もあるし、そして彼女から聞いたジャガタラという言葉の響きに思わずどっかで聞いたと思いました。帰国を考えたら、ジャガタラを張るとか、カラユクさん、そして映画サンダカン八幡召喚のことです。
まあ、その本も読み、映画も見ました。まあ、内容はあんまり記憶にないですけど、そんなもの悲しさはどあっこもたかもしとれない。感じてます、思ってます。まあ、日本にもそういう出稼ぎの時代があったわけです。まあ、DT さんは無論健全な仕事でこっちに来てるわけですが、まあ、ジャカルタに住む家族は母親に姉2人、妹3人の8人家族で、まあ、父はいないそうです。まあ、亡くなったのか離婚したのか知りませんが、お母さん1人での子育ては苦労があったようです。そしてそのためなのか、海外に働く場所を求めてアラブで3年、そして金門島で2年、計5年働く予定で来ています。まあ、18歳から海外で働いて、まあ、金門島に来て1年半ですけど、中国語は、まあ、漢字は書けないそうですが、会話は私より無論上手です。でもそんな彼女の中国の方が、まあ、本当に聞き取りやすかったですね。そしてアラブというのがどこの国かは分からなかったですが、まあ、インドネシアと同じくイスラム文化圏なので、出稼ぎ場所にはいいのだと思います。まあ、こっちでは食事がやっぱり豚肉は食べれないので、自分で作らないといけないのがやっぱり大変みたいですね。まあ、こっちは肉といえば豚という食事でもあるし、お兄さんお姉さん2人はすでに結婚し、まあ、次は DT さんの番のようです。まあ、そのための今度この夏の帰国かもしれないですし、まあ、彼女の幸せを心から本当に祈りたいです。そして ZY 君が戻ってきて、温水シャワーを設定を直してもらって、長かった一日もやっと終わり、明日に備えました。以上。